私確かに一度死んだと思ったの。だって鬼神兵の鉄の爪や牙に引き裂かれたんだから。途中から何も覚えてなくて、音も光も痛みもなくなって、次に気がついた時、私の体はこんな機械にされてた。それだけじゃない、私の中に知らない誰かがいたの。